こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、フェミ、お米の美味しいお召し上がり方に噛みつく。なんかフェミがお米の美味しいお召し上がり方に噛みついてるよ。ではね、そんな噛みつき具合をちょっと見てみて。デビュー簿、2021年になっても私作る人、僕食べる人か。どう思う？女性がご飯を炊いて男性がご飯を食べる絵に噛みついてるんよね。フェミの人ってなんでこんな感じなの？確かにね、今現在世界が多様性の社会へと移りつつあるよ。でもよ、これが真逆やったらどげん？男性がご飯を炊き、女性がご飯を食べる。ミルキーブルーはね、違和感しか感じらんよ。それに今の時代さ、男性のこのイラストあるけども、この男性、なんで男性ってわかるの？ジェンダーかもしれんや、心が女性の男性かもしれんし、なんでフェミは男性だと決めつけてんの？そんななるやん。フェミはさ、このイラストが男女ではなく、何やったら気が済むっていうの？もしかして猫とかクマとかキャラクターにしたら気が済むの？そんなの誰も納得せんわ。クマのイラストで描かれとってん。可愛いけど売れません。マーケティング失敗により大きな責任を取らされるレベルになるよ。まあそもそもね、フェミって少数なんよね。でも声がでかいからこうやって注目されるけども、少数の声なんよね。だから男性がご飯を炊き、女性が食べる上で販売しようものなら、多分その米は全然売れんと思うし、企業はね、大赤字という大打撃につながると思っちゃうね。やけん一部のこのフェミの噛みつきをね、いちいち企業も聞いてられんし、そんなことしたら倒産とかなってしまうかもしれんけんね。だから基本フェミの主張なんて無視でいいんだけども、やはりこうやってね、ネットで話題になるっちゃんね、フェミの声ってね。だからミルキーブルーは言いたい。こんな小さなことにネチネチ言ってないで、女性の人権問題である旭川いじめ問題に声を上げてよ。フェミの声は一部だとしてもネットで話題になるんで、フェミがね、結集して総出でね、旭川いじめ問題に対して声を上げてくれれば、もっとね、周知活動の一環になると思うっちゃんね。だけんこんなちっちゃなね、米がどうちゃらやら、ミルキーがどうちゃらやらさ、そんなことじゃなくて、もっと大きなね、旭川いじめ事件というね、女性の人権問題に関わる大きな問題について声を上げてほしいよ、ミルキーブルー。頼んますよ、フェミ。その問題に声を上げてくれりゃ、もっとフェミも注目される存在になると思うけどね。今みたいに大きな問題はだんまりで、小さな問題にネチネチ粘着質で声を上げてても、誰からも共感は得られないと思うよ、フェミ。頼んますね、フェミ。期待してマンモス。ではご視聴ありがとうございました。それでは。